あーどうも寝ておりません。寝てないよ。まずコロナは一生懸命やったと僕は思ってる一人だけでね、周りは、僕の知人もね、ただ、言ってました。だけど、チャンネルなり登録者抹消祭りっていうのそれを実行すると、それに便乗してなんかいろいろアカウントを持ってて、 YouTube のね、メインのアカウントと、サブなんかを持ってて、それのチャンネル登録者の、抹消するという話は知人から僕は聞いてました。だけど僕はね、一度もその子たちと、コラボしたことがないので、視聴者さんが一番分かってると思うんですけども、動画に僕が映ってるっていうのはないと思うんですよ。なので、その謝罪会見に関して、僕はちらっといつもの顔と違うなっていう、ちょっと半分以上心が折れていて、何から手をつけて何から話をすれば、視聴者様並びに、チャンネル登録していただけてる方にご理解いただけるのかなっていうところが、半信半疑であの子たちはあると思うんですよ。なので、今解除してしまう、解除祭りに乗っかって、解除した人、まず、チャンネル登録復活は、視聴者様、元チャンネル登録者様にお任せいたしますが、まず一つお願いしたいのが、コメントでもツイッターでも何でも構いませんので、エールか、もしくはもう一度 YouTube でちゃんと有言実行してください。そうすれば応援しますぐらいの勢いでコメントあげてください。よろしくお願いいたします。僕がこんな土下座しても彼らがやった行為に対しては皆様にご理解はいただけません。そして心が晴れることはないと思います。だけれども少しでも彼らの気持ちを考えてあげてください。少し顔色を見れば、以前の動画と今の最後に載せた動画の顔を見れば、顔つきを見ればもう精神状態が危ないっていうのが明々白々に分かると思うので、ぜひその辺を組んであげて、エールをメッセージをコメントをあげてください。どうかよろしくお願いいたします。こんな奈落で YouTuber が何度も何度も土下座しても彼らは無期限活動停止を決断いたしました。だけど君らの力でなんとか復活をさせてあげてください。フリーでも何でも構いません。事務所なんかどうでもいいです。フリーで YouTuber として笑顔を取り戻してあげてください。そして皆さんが喜んでください。楽しんであげてください。よろしくお願いいたします。もうロレスが回ってませんけど、よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。今から爆睡します。本当によろしくお願いいたします。